久保さん、昨日ですね、お客さんで卓球できる人がいて卓球してきたんですけど、筋肉痛ですね、試合したんですけど、試合なんか注射しました。めちゃくちゃ筋肉痛で痛いですね。筋肉痛の向こう側にしましょうか <laughs>。筋肉痛の向こう側。まあ全然運動なんかしないんでね、カメラに向かって座って喋ってるだけなんで、あのー、まあこれもね、いい運動ができたなと。筋肉が悲鳴を上げてるけども、 いい運動したなと,いうところでそう休憩入れながら12時間なんか体育館借りてやったんですけど <laughs> 疲れた <laughs> もうほんと疲れましたね、うん、まあでもねあのー、別に筋肉をつけようとは思わないけれども筋肉痛って、まあ、筋肉がね壊れるというかね、まあ、破壊されてまた新しく蘇生されるみたいな話なんですけど まあ僕はまあ筋肉つけたくないけども、でもその成長する上で嫌なことだったりとか辛いことだったりとか、それを乗り越えないと成長しないと思うんですね。それは筋肉のあれと一緒で、脳とかも全部そうで、新しいことを勉強すると、まあ、頭の中がね、もう筋肉痛ですよ。だけどそれを乗り越えないと <laughs> いつまでたってもね、あの、まあ、新しいことはできないってことですね。うん、逆に言うと、 あの昨日ねその、試合したんですけど、ラブゲームです、ラブゲームもできて、あの僕はまあ中学校に習得したサーブ、ガンガンやったんですけど、あの全然取れなくて泣いてね、あのお客さん <laughs>。だから、まあ、いろいろと、なもう二十何年前か、二十何年前に覚えたことですら、未だに効くってことですね、言ってらっしゃい。